さて、セキュリティチェックが終わるとですね、すぐに、ラウンジが、目の前に来ます。こんな感じでですね、タイ航空利用しかも直接すぐにラウンジに入ることができます。こちらでですね、ビジネスクラス、ファーストクラス、タイ航空に限りますけれども、マッサージを受けることができます。
Thank you.
ラウンジに戻ってまいりましたが、1時のフライトですね。表示上は1時のままになってますが、1時45分に、遅延ということで、全くアナウンスもゲートのところないと、人がいないだけでちょっと、まあ、全体がパニックになっていてですね、まあ、ちょっと一回、ラウンジに戻ってきたという状況です。まあ、少しなんかとりあえず食べようかなと思ってこんな感じでよそったんですけども、まあ、ラウンジのスタッフに聞いたら、ラウンジの中には張り紙がされてましたね。TG660、13時45分ということで、45分ディレイということですけども、ゲートに集まっている人たちは全く何が起きたのか分かんないという状況です。
本日のご搭乗誠にありがとうございました。